この間の凱旋のね、大阪大会の時も、アフターパーティーじゃなかったけど、その後トライアングルで、ね、サイレントキラージョイントとかがライブやってて、それ見に行って、やっぱ面白かったし、うん、バトルトライブがセットだと本当はやっぱいいなっていうのを改めて思ったね。逆に言うと、そのバトルでどんだけ勝ってもライブクソダサかったら、クソダサいな、こいつっていう評価が次のバトルからは乗っかるわけだから、それもやっぱフェアだと思うし、最近のね、でかい MC バトルは、バトルはバトルしてる人たちで、バトルしてる中にもアーティストはいっぱいいるんだけど、でもライブはよその普段バトルで見ないような人を呼んで、ライブやらせてっていうのは結構多いから、まあその興行としてそれはしょうがないのかなって思う部分はなくはないけど、やっぱり本当はね、バトル出てる奴らのライブを見せたいなっていうのは、バトルに出てる身としてはあるね。で、俺は本当言うと、ずっとその MC バトルにブッキングされた時はライブとセットじゃないといかないっていうふうなのをずっと売れる前からやってて、なんでね、一時の戦国とか凱旋とか必ず俺はライブしてたと思うんだけど、そういうブッキングしか受けないようにしてたんですけど、必ずね。でも、まあ、いろんなとこで優勝したりとかモンスターやったりするようになって、まあ、別に俺はもう正直みんな知ってるという状態で、別にその貴重なライブ枠をさ、俺が奪う必要ももうないなと思ったから、なんか若いやつ、俺より代わりに若いやつとか、まだあんまりライブする機会のないやつがライブした方がいいなと思ったから、ここ2年ぐらいはもうライブがなくてもギャラがもらえるんだったらバトル出ますよっていうスタンスに変えたんですけど、でもそれはね、別に外部のっていうか、バトルに出てないやつにライブやらせるために俺はさ、そのライブ枠いらないよって言ってるわけじゃないからね。本当言うとちょっと歯がゆい部分はあるんですけど、バトルに出てるやつにできればライブをやらせてあげてほしいなと主催の人には思いますけどね。まあまあまあ、でも興行だからしょうがないのかなというのもわからんでもないね。